海道旭川市のちょっと上にある比布町。ブランド米ゆめぴりかは比布町で生まれたお米である。そんな比布に比布を愛し、比布のグルメを愛する主婦がいる。ピーヨピーヨピッピッピーヨピーヨピッピッ。あ、これはひよこか。卵かえってしまっとる。今日は今大人気のブランド卵、カッパの絢爛の大熊養鶏所に来ましたよっと。現場第一主義の丸谷デカですよっと。どうぞゆっくり見てみてください。社長さんですか？いえ、あの、上長の大熊です。社長はこちらになります。こんにちは、こんにちは。社長の大熊です。2人とも大熊さんということはご兄弟ですか？はい、そうなんです。兄弟でございます。これはこれは見るも鮮やかなイケメンブラザーズだ。この時点でここの卵、美味しさ当選確実。すいません、この間お裾分けでいただいたこちらの卵がものすごく美味しくて、今日はその秘密をお伺いに来ました。そうですか、それはありがとうございます。まずこのカッパの絢爛という、カッパってどういう意味なんですか？はい、昔旭川の近郊にですね、カッパ村という陶芸の里がございまして、そこに、まあ、先代の社長、父なんですけども、あ、そこにお世話になっていまして、ここから名前をいただいて付けた名前なんです。カッパ村ですか？はい、まあ、今はもう亡くなってしまったんですけども、まあ、お世話になったお礼といいますか、こう名前のインパクトも込めてこう付けさせていただいた名前なんですけども。そうなんですね。珍しい名前のおかげもあって覚えてもらいやすいっていう言われてます。一度聞いたら忘れない名前ですもんね、はい。またこの間卵を食べた時にすごく濃厚だったんですが、何か秘密はありますか？はい、うちの方で一番こだわっているのが、鶏に与える餌に一番こだわりを持っていまして、まあ、うちの方で完全に自家配合といいまして、全てうちの方で餌を作るんですけども、まあ、その中でこう EM 菌といいまして、こう乳酸菌ですとか酵母菌の、まあ、自然由来の菌なんですけどもね、その共生の菌をこう鶏に与えることによって、鶏本来のこう免疫力ですとか、そういうものを高めていってるんですね。まあ、そうすることによって鶏が元気になりますし、まあ、元気な鶏からはこう健康ないい卵が生まれるということで、あと他にもこうおからですとか、あと魚かすって言いまして、魚の粉ですね、ですとかほうれん草ですとか、はい、を与えているんですけども、まあ、全て僕たち人間が食べれるものを鶏に与えています。そんなにこだわってるんですね。通りで美味しいわけですね。ところで仕分けや梱包も手作業で行ってるんですね。はい、卵はとてもデリケートですので、全て手作業で行っています。へえ、一個一個手作業で丁寧に詰めているんだな。大変な仕事だな。お母さんたちの愛情も濃いな。ところでおすすめの食べ方ありますか？はい、卵焼きや卵料理はもちろんですけども、卵の味が一番わかる卵かけご飯が一番おすすめです。私卵かけご飯大好きです。ピップの夢ピリカとこのピップの小ネギを使った醤油を混ぜて食べていただくとおすすめです。あと
うちの卵を使ったピップリンもおすすめです。ピップリン私も大好きです。美味しいですよね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今先生します。すごく素敵な兄弟だったな。餌にもこだわっていて、あれは人気のはずだよ。ピップリンの話聞いたら、プリンが食べたい。ピップリン行こ。ピップスキー場は雪、そして私はピップリンに行きますの。まずはピップリンから。うまーい。濃いな。濃厚卵がガツンとくる。でもクリーミーで優しい甘さだ。最後に苦いカラメルが出てくるのがどこのプリンを食べても嫌で、それでカラメルなしで最後まで美味しく食べれるプリンを考えて作ったのがピップリンなんです。へー、そうなんですね。カッパの絢爛をはじめ、北海道産の素材を使った全て手作りのプリン、お母さんの思いやりが詰まった愛情プリン、それでこんなに優しい甘さなんだな。母さんの手作りプリンホームラン。次はキャラメルいってみようかな。これも濃厚だ。口の中が幸せな甘さでいっぱいになっている。でも全然くどくないぞ。すぐにとろけていってしまう。そして大鳥のシフォンケーキ。
これも行くのか、これも行くのか、これも行った、うまい。絶品スイーツ3連発、バックスクリーン3連発だ。クロマティはわない。しっとりしているのにふわふわで、この食感癖になる。この3品最強、ピップの最強スイーツだ。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。また、はい、はい、行きます。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。イケメン、濃厚、ふわふわ。今日は幸せな一日だったな。やっぱりピップっていいな。だってピップなんだもん。皆さんこんにちは。こんにちは。今日もピップ町役場放送室からお届けしています。ピップなんだもん、ピップのグルメ第8話はカッパの絢爛とピップリンでした。ブランド卵カッパの絢爛を使ったピップリンのプリン、キャラメル、シフォンケーキはあの伝説のバックスクリーン3連発に匹敵するピップの最強スイーツ3連発でしたね、課長。そうですね、本当に健康にもよく、そして美味しい卵を使ったプリン、キャラメル、シフォンケーキとまろやかで味のあるものを皆さんにご覧いただけたというふうに思っております。はい、とても美味しいので皆さんぜひお食べください。食べてください。ところで課長、はい、今回はバックスクリーン3連発ということでしたが、課長がバックスクリーンへのホームランを打った時のことを教えてください。じゃあ打ったと思って俺こっちなんだよ。左だったんですね。うん、左なの。うん、ちゃん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 、かっ飛ばせパカーン。こんなもんでしょうか。はい、これからもピップ長をよろしくお願いします。お願いします。